楓、久しぶり。どう？久しぶりに会わない？美味しいワイン飲める店あるよ。深夜、もう誘わないでって言ったよね。なんで？昔はもっとノリ良かったじゃん。さきこの彼氏って自覚ある？あるよ。でも、今日は楓の気分。大丈夫。もう前みたいに襲わないから。信用できない。それに私はもう会わないって決めたの。なんで？さきことは親友でいたいの。裏切る行為なんてできない。裏切れないってことはさ、本心では俺とエッチしたいってこと？違う。いや、絶対そうでしょう。信用を裏切りたくないから拒否してるように振る舞ってるけど、本当は俺とエッチしたいんだろ？本当にしたくない。あの夜だって無理やりお酒飲まされてほとんど意識がなくてやったもん。でも、やった事実に変わりはない。あの夜、楓は本能に従ってた。意識ないとはいえ感じてた。本当は自分でもそう思ってるんだろう。素直になれよ、楓。マジでキモい。連絡してこないで。おい、電話出てくれ。もう連絡してこないで。1時間後。楓、今日って時間ない？どうしたの、咲子。本当は深夜と過ごしたいんだけど、なんか今日予定合わない感じで、寂しいから相手してくれない？オッケー。ありがとう。何時集合にする？今すぐにでも会いたい。わかった。すぐ準備するね。はーい。3時間後。咲子と遊んでたんだな。やっぱ楓の方が可愛いわ。てか LINE ブロックした？全然記録つかないんだけど。あのさ、本当にやめて。今日咲子とも話してたけど、深夜のこと本当に好きそうだった。だから浮気とかしないでよ。じゃあ、ラスト1回。は？もうこれで諦めるから。な、ラスト1回だけやろ。しません。マジで、ラスト1回。このままじゃ絶対後悔する。前は楓が泥酔してたから反応とかもほぼなかったし、こっちも全然楽しめなかった。今回は意識はっきりとした楓と、ラスト1回だけ、な。無理。本当に無理。うん。じゃあ、咲子にチクって別れるわ。は？俺も咲子とは別れるつもりだったし、お前らの関係も潰してやるわ。待ってよ。嫌ならやらせろよ。なんでそうなるの？お互いの交換条件だろ。嫌なら俺は暴露する。バラされたくないんだろ。だったらラスト一回やらせろよ。そしたら咲子と付き合い続けるし、楓に要求しないって約束する。な、どう？本当に無理。じゃあ暴露するわ。知らないぞ。お前らの関係崩れても。親友だったのにな。一回エッチしたら解決するのにな。俺が楓なら絶対やってるわ。関係性崩れないし気持ちいいこともできるんだぜ。こんな一石二鳥なことあるか？一日待ってやる。もし明日までに俺の家に来ない場合は爆弾投下するからな。覚悟しておけよ。じゃあな。翌日。深夜が浮気してるかもしれない。前々から疑ってたんだけど、やっぱり浮気してると思う。どうしてそう思うの？昨日楓と解散した後に深夜の家に行ったの。そしたらかなり嫌な顔されて、軽く口喧嘩しちゃったの。私といてもずっと携帯触ってるし、誘っても全然乗ってきてくれないし。それで夜寝てる時に携帯覗いてみたの。そしたら、最悪だったの。もしかしてメッセージ見たの？誰かとやりとりしてるメッセージ。違う。LINE もインスタも全部消えてた。そうなの？絶対対策してるよね。それが最悪ってこと？違う。私が見て最悪だったのはメモ。メモ？うん。メモの一番上に、俺のメモリーって欄があって、それ見たら女の子の名前と点数があった。え？多分今までに関係持った女の人を記録してたんだと思う。ミカ21歳、ショップ店員76点。とか、こういう風に書いてた。やば。私のことも書いてあったんだけど、それよりやばいもの見たの。やばいものって？楓22歳。大学の同期92点。これどういうこと？これって楓のことだよね。私聞いてないよ。二人はもともと付き合ってたの？それともまだ関係があるの？私にずっと黙ってたってこと？私もう誰を信用していいか。咲子、ごめんなさい。黙ってたことは謝る。でも私はほぼ無理やりされたの。え？咲子のことで相談があるって言われて、二人きりで会ったことがあるの。二人がまだ付き合う前よ。
咲子からデートの誘いが来て、それでこれは本気なのかどうかって親友である私に相談してきたの。だからそこに行ったら、お酒の中に睡眠薬みたいなのが入ってて、それで私は気づいたら深夜の部屋にいて、それで意識朦朧としてるうちに襲われたの。嘘でしょ？本当。事件にもしたくなかったし、何より咲子の好きな相手だし、私も信用しすぎてたって思ったから何事もなかったことにしたの。咲子と付き合った後でもちょこちょこ誘われてて、毎回のように断ってたんだけど、咲子には相談できなかった。本当にごめんなさい。ごめん。そんなことって知らずに、信じてくれるの？うん。さっきは言わなかったけど、楓のところに、今度は意識ありでやりたいって書いてあったから、これがどういう意味かわからなくて。あいつマジで気持ち悪いね。うん。さっき子どうするの？別れるよ。さすがに。うん。メモしてるのも気持ち悪いし、何より楓を襲ってたのが無理すぎる。そうだよね。私のために黙っててくれたんだよね。それなのにひどいこと言ってごめんなさい。謝るのは咲子じゃない、深夜だよ。うん。グループ作るからそこでけじめつけよう。うん。10分後、深夜、別れてください。は？何このグループ？わからない、もう全部バレてるから。何が？楓にひどいことしたよね。あー、もう全部バレてる感じ。てか自分で言ったんだ。言っとくけどあれだよ、楓もまんざらでもなかったよ。俺のこともともと好きだったんだろう。じゃないと二人っきりでお酒飲まないもんな。咲子から略奪できて気持ちよかったか？咲子も咲子だよ。何が別れてくださいだ。別れたいのはこっちの方だよ。お前程度の女死ぬほど抱いたよ。そうだよね。私は75点だもんね。え？経験した女の子をメモに収めるとかマジで気持ち悪いからやめた方がいいよ。お前、見たのか？言ったでしょ、全部バレてるって。普通にプライバシーの侵害だな。犯罪行為なの分かってる。犯罪者お前だろ。は？私を酒で弱らせてお持ち帰りしたくせに。それはお前の警戒心の薄さ、俺とは合意の上だったよ。訴えてもいい？は？っていうか被害届出そうかな。何言ってんだよ、お前が襲われたって証拠何もないだろ。そんなので警察が動くわけない、やるだけ無駄だ。それに被害届を出したらお前も恥ずかしいことになるだろ。だからやめとけ。焦ってんの？別に焦ってはない。じゃあ被害届出してもいいよね。お前には関係ないだろ。頑張って就活してたもんね。は？大学4年生のこのタイミングで被害届なんか受理されたら、あんた内定取り消されるかもね。マジでやめろ。じゃあ謝って、そして二度と関わらないで。謝ったらいいのか、それで何もしなくなるのか？うん。約束だぞ。早く謝れよ。はい。楓、ごめんなさい。俺は前々から楓のことが好きで、でも咲子から告白されて、もし楓と付き合えるのなら楓と付き合いたいと思ってた。会った時にやりたいと思って誘ったけど、断られた。だからお酒を無理やり飲まして、中に睡眠薬入れてやっちゃいました。その後やっぱり断られて、咲子で妥協することにしました。本当にごめんなさい。それ謝罪なの？バカなの？咲子もごめんなさい。俺という彼氏じゃなかったら咲子はもっと幸せになれたと思う。いい相手見つけろよ。なんで上から？被害届は出さないけど本当にクズだと思うわ。クズでごめん。でもこれが俺だから。反省になってないよ。本当それ。ごめん。じゃあ抜けるね。二人ともごめんなさい。被害届は出さないでください。それは約束だからね。10分後。なんか最後までがっかりだったね。クズすぎて引いた。私も。なんであんなのと付き合ってたんだろう。見た目だけで選ぶのやめる。それはそうだね。本当ありがとう。でもこれで終わりだね。あいつはいずれ痛い目見るよね。いずれっていうか、すぐ痛い目見ると思うよ。どういうこと？まあ、楽しみにしてて。ん？1ヶ月後。おい、楓、どういうことだよ。お前が作ったのか？何の話？内定が取り消された。会社に匿名で電話があったらしい。性犯罪者を雇っていいのかって。これお前だよな。なんで私って決めつけるの？私そんなことしてないよ。だって謝ってくれたじゃん。あれで許すってなってるんだから、私も電話するわけないじゃん。もうあんたと関わるのも面倒なんだよ。それが今あんたの内定取り消して、私に一体何の報酬があるっていうの？
それは、わからないけど。じゃあ私関係なくない？証拠の画像と動画が届いたらしい。中身は見せてくれなかったけど、それが決め手になって取り消された。それを送ったのもお前なんだろ。それ憶測だよね。それこそ何か証拠あるの？ないけど。でもそんなことするのお前しかいない。そんな人間性だから内定取り消されたんだよね。責任取ってセフレになれ。は？未来も全て奪われたんだ。俺に残っているのは欲望だけ。証拠を送ったのが楓じゃないにしても、俺は今一番お前に会いたい。頼む、俺の彼女になってくれ。要求が意味不明。お前マジで犯罪者思考だな。これ以上近づいてみろ。マジで一瞬で警察呼ぶぞ。ごめんなさい、お願いします。許してください。さようなら。ちなみにお前は男として0点だぞ。後日談。こんばんは、楓です。深夜の会社に電話をしたのは私です。あの謝罪で許されるわけがないです。深夜には絶対に知らせない、警察にも相談しないという約束で内定先の会社に相談しました。そしたらすぐに謝罪してくれて、深夜を内定取り消しにしてくれました。こんなことで許されてはいけないですが、あんなひどいことした男が野放しにされ、一流企業で働くのが許せませんでした。このことは私と咲子の秘密です。彼の内定取り消しが決定した日は、この世で一番うまい酒が飲めました。女性に点数をつけている男性、その考え改めた方がいいですよ。それではさようなら。